ギルベルトの誕生日、これはまあしかとしよう。というわけで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきます。こいつは何もしない。違う、そんなわけないだろ。グレン、師弟の情などそんなものは捨て去った。今はただ憎い。すぐにでもあの女を引き裂いてやりたいよ。皇帝だろうと女一人を殺すのと変わらない。だからみんな、そう心配しないでくれ。ええ、父上も母上もそんな顔をなさる必要はありません。きっとすぐに彼女の首を持ち帰ります。必ず必ずその無念を晴らして。大丈夫か本当に。何の用だ。見てはいけないものを見てしまったようだな。様子を見に来た。そうか、やはり出撃の支度を急ぐべきだ。一刻も早く早く殺さなければ。準備がいる。そんな悠長なことを言っていられるか。俺は一人でも行く。行かねばならない。失礼します。お二人とも急ぎ迎撃の準備を。帝国軍が我らの存在を嗅ぎつけました。やはり見張られていたようです。帝国軍帝国軍か。殿下、どうか無茶な戦は慎まれますよ。セイロス騎士団が帰還したという報告は確からしいな。骨が折れそうだ。あの兄さん、敵の中に殺人鬼がいるという噂は？さあな。だが我々の兵に損害が出ているのは確かだ。たとえその者が敵の中にいてもいなくとも、騎士団を相手にするのだ。危険は大きい。フレーチェ、お前に前線はまだ早い。後方で支援に徹していろ。嫌です、私も兄さんと一緒に。分かってくれフレーチェ、俺は必ず帰ってくる。約束するよ。死んだなこいつ。死亡フラグが立ってしまった。わかりました、信じています兄さん。これは死亡フラグだぞ。気づけフレーチェ。よし、全軍工場の支度にかかれ。これ毎回さ、月末に戦うの？あんたに頼んで正解だったな。そう、クエストは終わらせたので、北の大地、海賊たち、ゴロツキたち、ろくなやつじゃねえな。で、ちょっと修理をしなきゃいけないのがあったと思うので、まだここら辺は大丈夫だね。銀の槍を使いすぎてるんで、まあ、ルーンもね、あるんで、攻撃ができなくなることはないんだけど、まあ、2つ装備してるからね、これで大丈夫なはず。で、戦力は補充しておこう。さて、進軍開始。ガルグマク籠城戦。5年前の約束を胸に再び大修道院に集った学級の面々、さらに騎士団も帰還し、再会を喜び合う皆であったが、たちまち階級の時は終わりを告げる。敵軍襲来の法をもって。推奨レベル変えたんじゃん、27。俺確か30くらいだよ平均。ガルグマクにて挙兵の準備を進める王国軍だったが、その動きはすでに帝国軍の知るところとなっていた。王国軍の存在をいち早く察知した帝国軍の先兵は、若き将軍ランドルフの号令下、ガルグマクを再び陥落すべく進軍を開始する。ガルグマク籠城戦では行きましょう。あ、待って、配置見てない
けど、いや、味方の全滅、防衛拠点の陥落。セイロス騎士団は強敵に違いないが、兵力はこちらが上だ。一気に攻め落とすぞ。ランドルって将軍だったんだ。若き将軍って言ったけど、さすがに早すぎるだろう。思いのほか敵の数が多いようですね。ここは火攻めが有効でしょう。火攻めとか。報告、敵がガルグマク周辺部に侵入。内部へと侵入されれば大修道院の防衛は叶いません。急ぎ撃退しましょう。いや、もうこのままガンガン攻めるよ。戦場を広く見なくては。自分がこのままファイヤーで奥を倒す。倒せない。サンダー無理か。ギリギリ倒せないね。魔法使えるとね、あの剣の耐久度減らないからね。それがいいんだよね。メッカー先にここ倒して魔法で。皆を導かなくては。ニルヴァーナマジ汎用性高すぎる。回復魔法も使えるからね。さてどう攻めましょう。シルバン行こう。鋼1銀を投入するか。はい、お互い覚悟の上だ。お、そうか、再移動ができるようになったね。フェニックスを前線に行け。ここもか。飛んでるやつに突破されるのが一番怖いんだよね。3人置いとく。フェリックスでもな、出さないのはもったいなすぎるからな。これ何、壊れる壁か。ああ、こういうのなんかめんどくさいな。さあ、いつでも行けます。飛んでる一人しかいないから、超集中攻撃食らうんだけど。ここディミトリを従う。前線に出そう。地獄で待っているだけ。強いんだけどガチで強い。これこっち側から来んのかな。ちょっとイングリッドちゃん、こっち側から行こう。で援護役、全力を尽くしますね。連れてくか。立ち塞がる者はみんな戦力を集中させすぎたな。来ないよね。大丈夫大丈夫。掃除に行くぞ。あ、シャミア先生だった。シャミア先生だっけ。いや、フレンとかガチでヤバそう。進みますわよ。任せてちょうだい。ちょっとこのくらいにしとかないと。怪我させない時計がほんとやべえな。てか配置を何にも、え？ってひで、いえ、周りも食らった。決める。負けられないのです。ドラゴンナイト、ドラゴンナイトって斧なんだよね。まだまだ研鑽を積まなくても。なんか斧装備してると攻撃力アップみたいなスキルがあるんで。シャミアやべえ。かわしたけどレベルがちょっと低いんだよね。セイロス騎士団の人たちってそんなに頻繁に使ってなかったから。あ、よし、慣れてきたぞ。そう、ボーナイトにしたいんで。あれは泡める敷地を。今もう絶対大丈夫。この3人は安定の3人だからな。おい、あ、なんとびっくりした。敵かと思った。なんで出てくんねんみたいな。僕の準備に向かいました。目標地点まで彼らを護衛してやらねば。え、それもすんの。まあいいだろう。この帝国兵焦りすぎたかな。普通に倒そう。自分で選んだ道だから。でフレンちゃんで回復する。いや、ありがとうございます。アッシュはね、防御力がちょっと弱いんだよね。
イングリッドちゃん大丈夫だろう。ゲルシってか、ま、魔法兵先に倒そう。厄介だからこいつ。せめてこの手で。地を踏み越えて私は歩む。再移動か。あの弓兵厄介だな。こいつ。どんどん進んでこう先に罪を贖い進軍していく。でこの帝国兵を誰で倒すかだな。シャミア先生で倒すか、先生かどうか毎回分かんない。未来のためも悪くない。メルセデスちゃんは、え、なんで攻撃でき、誰に攻撃できるの。ライナロック、あ、こういう柵じゃねえか。柵をライナロックで倒すとかそんなんないわ。リブロはね、だいぶ広いからね。助かる。メルセデスちゃんはさっき投擲みたいなの比べて減ってるんだった。任せてください。前線に出すか。さてじゃあまず自分からファイヤー、後ろのやつ引き返すことはできないんだ。ハネット先生を副官にしてますね。で鋼プラス銀剣プラスをちょっと手に入れたんで、イカミックスは銀剣プラスにして、フェリックスを鋼プラスにして、このペガサスナイトガチ厄介だ。あとこれなんなん、あ、ミスった。来た、その程度か。硬いけどなんとかなる。私は迷いません。まあまあまあ、ちょっと森系が多いから進みが遅いかな。シルバンだといきなり横からマジで出てこないよね。それが一番ひどいよね。さてディミトリックがで、ショートスペアでいこう。こいつ厄介だから倒す。もろすぎる。37出てる。めちゃくちゃ上がってるし。すべて弔いのため。これ職種によって補正かかんのかな。で、めっちゃ狙われてるけど大丈夫？これいける？ウィンド、いけるね。こうするしかないの。でライブをかけよう。よいしょ、ありがとうございます。もう一人ちょっと飛んでるやつ欲しいな。シルバンドラゴンナイトみたいなのにするか。ちょっと待って、弓兵いない。弓兵はいないか。なんかアネットちゃん狙われてんな。どっから狙われてんのこれ。え、誰、超謎、超謎だけどいいや。で、ここら辺の全力を尽くしますね。一応ちょっとずつ進んでいくか。クレーン、そういえばさ、踊り子になれなかったっけ。よくなるんだ。ヨーネット死ぬ。ガチやべ。侮りました。敵が強くなってる。負けられないのです。それでも無双はできるけど。よし、ちょっと経験値もらえるし。
べ、2回くらう。これ、かなりまずいと。私は歩む。旧車の槍ゲットしたけどさ、いろいろ持ってんな。あー、かわした、危ねえ。奇跡的にかわした。まあ、50% だからね。もう無理だぞ。やっぱり魔法ボールね、こいつはどんだけ来んだよ。永遠に来んのかな。いや、ここにもいんの。シルバンってどんくらいあったっけ。魔法防御14か。自分も15だしな。こいつ11だ、ちょっとまずい。で、メルセデスちゃんリブローで回復しないとやばい。全然回復はしない。両方高いやつ。これ魔法防御も低い。カトリーナ先生とかやべえ。帝国兵厄介だな。弓兵もいるしな。シャミアさん、こっから狙ってこう。穴を開けてやったぞ。今アビットちゃんもやばいんだった。クレンって回復あるんだっけ。リザーブか。リザーブって何。あ、範囲の味方全員回復。よしよしよ、はい、34いいね。回復したこいつ。あ、知ってるわ。すげえ、どんだけ広いの。ただちょっとまずい。ディミトリーを前に出すか。セアリーが届く。ショートスペアが届くな。いや、やっぱり魔法はだいぶ食らうな。でも一人削っておこう。せいや、いいね。ショートスペアマジ役立つわ。で、これイングリッドちゃんがさ、仮に一発で倒せたとしても弓兵の射程に入るんだよね。それがかなり危険。カトリーヌも、カトリーヌ前に出すと食らうな。え、ここも食らうじゃん。ちょっと一旦ディミトリーに耐えてもらう。でもここも食らって、射程に入ってんだけど。じゃあ進もう。こっち、強かった。それだけだ。シルバーそろそろパラディンのスキルをマスターしてたな。足引っ張るわけにはいきませんから。いいね、守備と魔法防御が上がってくれた。これも未来だと思ったか。次であの弓兵が勝たせる。で、2回食らったら相当きつい。その程度か。そもそも全然当たらないし。よし、こいつを排除しよう。銀槍になってな。鋼できんじゃない。バケて出てくんなよ。消えな。サイド、あれ、これこのままさ前に行ってもしょうがなくない。一人誰か変えるべきだったな。いや、ディミトリガンガン前に出よ、これ。ここは鋼で置いて。地獄で待っているが。セテス。あ、そうか、セテスが一応ドラゴンナイト。でもセテスも使ってないからな。カートリーヌ行くか。ライティ使う。すっげえ出るんだけど。超怖え。銀で倒せんの。銀じゃ倒せねえや。使おう。その程度で、ね、倒した。湧き立つ血は抑えられないね。一応ソードマスター。嬉しいね、また一つ強くなれたよ。さて、イングリッドちゃん、
指兵一撃で倒せればいこう。34、あ、そもそも反撃できないか、やろう。負けられないので。魔法の弓ってか魔法系あんまり強くないかな。再移動ができるね。よし、いやこっち貧弱だな本当に。あ、応援でも使っておけばよかった。メルセデスちゃんちょっとリグロ、ありがたいね。カトリーヌさんがもうちょっと強ければな。ゲッツ強がんで。これなんかさ、アクセサリー装備するときってなんか弱点を補強する感じの方がいいかもね。なんだ、いけないの、負けるわけにはいかないから。守備13だもんな。てか魔法防御もそんなに高いわけではない。せっかくいって何か何かがどうかなんだ。魔法か、あの魔法厄介だな。倒そう。来るね。どんだけ来んのよ。よし、横から奇襲をかけられんな、これ。いや、行く。頼むぞ、シルバン。一応、フェリックスがこのカサマンにくっついていけば大丈夫だと思うんで。さて、この魔法をどうするか。カトリーヌでいけるか。動けねえじゃん、そもそも。戦技、瞑想だな、これ。自分のヒットポイント 50% 回復。そんな覚えてた。アネットはまずいよな。シャミア減るけどいいや、倒せる。数を増やそう。今方か。よし、死んだな。かっこいい。死んだな。傭兵にとっちゃ力が全てだ。あれ食らったらまずいってことか。注意した方がいいかも。応援、力が上がるのか。いい判断だ。で、クレムもう一回あの範囲魔法使おう。で、メルセデスちゃんちょっとリザーブ。どんだけこれ、すげえ広くね。34回復する。レスト、レストって何。あー、状態異常か。まあいいや。さて、あとここ弓兵はいない。こいつはちょっとほっといて大丈夫だから。魔法兵ちょっとまずいんで、ショートスペアにしよう。決める。よし、イングリッドちゃんも前線に行くか。いや、銀槍とか、うわ、すっげえ減る。ただ命中36か。当たらなければどうということはない。だよね。進みましょう。まだまだ研鑽を積まなくては。この兵の力バカなんでね。これがここにいるんだ。立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。来た。よっ、大丈夫。もろすぎる。これ何にさ、騎士団重要なんだよ。みんなさ、騎士団連携が強くてさ、侮りました。全然いいの装備できないんだよ、騎士レベル上げてない人たち。15ぐらいだったか。あ、勝って。覚悟。私は迷いません。マジでそこだな。読めた。
引きつける率が高い。負けられないのが高いのかな。やっ遅い。トマホークか。あとこいつが残ってるだけ。てかさ、あの作戦みたいなのなんだ。任せてください。ウィンドで倒す。42だから一発で倒せて。潰れない。はぁ、ごめんなさい。だけど私はやるな。で、見せる。全然動けねえや。リブロで回復。解除します。いいね。あとこいつか。シャミアでいけるかな。なるべく倒せるときは全然ダメだ。硬すぎて話にならん。遠距離攻撃がないんだよね。ちょっとイングリッドちゃんこっち行く。2しかないよ。もうルーン倒せる。倒せねえ。サビオノは、サビオノとか全然ダメだ。勇者の槍必殺って言ったら全然弱えわ。あいつはほっとこう。ちょっとね、弓の人たちが使い道が難しい。あの前に出せないからね。銀の槍あと1個しかなきゃいいや。もう勇者ちゃん戦闘しないでしょ多分。この手で。次は誰です。あのボスみたいなやつは、これさ2回攻撃すると2回減るんだ。ひでえな。壊れちゃったよ。倒せんねこれ。シルバン。大義のため、家族のため。似てる。かぶってんなキャラ。決して負けられない。死亡フラグばっか立ってんじゃねえよ。どいてもらうぜ。くそ、ここで終わるわけには。結局逃げんの。捕らえろ。捕らえろって敵全滅させなきゃいけねえじゃん。行くか。ディミトリー、ヘアリー、ショートスピア。邪魔だ。結局変な作戦みたいなの発動しなかったんだけど。いや、イングリッドちゃんマジ今回頑張った。家族が待っているんだ。俺はこんなところで死ぬわけには。家族だと。畜生の分際で何をほざく。滑稽もいいところだな。お前に家族の情などわかるまい。血も涙もない化け物め。化け物はお前もだろう、将軍。それに気づいていないだけなお立ちが悪い。将である以上、そうして命乞いをする者たちを容赦もなく殺してきたのだろう。それともこの後に及んで自分の手は汚れていないなどと嘘吹くのか。それは戦争だからだ。国のため、大義のため、家族のために。大義や家族のために死体を積み上げるのも、死者のために死体を積み上げるのも、とどのつまり同じ人殺しだ。化け物同士仲良くしようじゃないかなあ。違う。違うものか。貴様の手からも刺繍は吹いているぞ、将軍。黙れ、黙れ。同類のよしみだ。すぐには殺さない。だが仲間の死ぬところは見たくないだろう。ならばまずは貴様の両目から。お前だけはどうか無事で。何のつもりだ。昔の自分を取り戻してほしい。
俺はもうお前の知る俺じゃない。醜悪で血生臭い化け物だよ、先生。俺が気に食わないのなら切ればいい。もし切らないというのならば、お前も仲間も骨の髄まで利用してやる。どうにか帝国軍は打ち払いましたが、我々の居場所は割れております。いや、てかここにいる段階でさ、わかるよね。今後第2波、3波と襲撃が予想される。現在の兵力では防衛だけで手一杯かと。というかむしろこれっぽっちの人員と物資で帝国軍を撃退できたのが奇跡ですよ。やっぱり早くロドリグ様に援助をお願いした方がいいよ。ロドリグ殿も広告税の侵攻を受けて苦しい立場には変わりないはずですが、プラルダリウスの領土には我々と志を同じくする者たちも集結しているのです。彼らとの合流を取り計らってもらえれば、我らの兵力を増強することも叶いましょう。プラルダリウス、ロドリグはまだ生きていたか。誰だっけとか、いや覚えてるよ。そうだったな。親父殿が今のお前を見て一体何というか、ある意味で見物だな。すでにロドリグ殿へは殿下の無事を伝える早馬を飛ばしておりますが、再度早馬を飛ばしましょう。この状況、まず援助をこわねば身動きも取れません。それから殿下、一つお伺いします。あなたは今後どうするつもりなのです？兵を向けるべきは王とか帝とか、どちらだとお考えか。帝都を落とし奴を殺す。戦いは終わり、死者の無念は晴らされる。これ以上に単純な話があるか。そうかもしれないですけど、その間にも助けを求めてる人がいるかもしれないのに。殿下、彼らが憎い気持ちもわかります。ですが王都の民は今もあなたの帰還を。やめとけやめとけ、余計なこと考えてると剣が鈍っちまうだろ。そうですよね。エーデルガルトを倒してこの戦争を止める。そうすれば王国も。そうね、レア様も探さなきゃいけないし、私は早くテートに向かいたいかも。私たちは君の意志に従おう。え、これ選ぶの？まあ、テート落とすか、頭も潰す。ああ、忌々しいほどに気が合うな。いずれにせよ兵力が入りようです。やはり協力の要請は不可欠でしょうね。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。